どうも、メヌです。ディスガイア7体験版続きやっていきたいと思います。ご案内するっす。めぐんでくれ、めぐんでくれ。イワシの尻尾だけ、尻尾だけでもいいから。英雄たち、おまんまが欲しければ24時間キリキリ働くです。なんですかこれは。ゾンビのように痩せ細った皆さんが過酷な労働を。お前の大好きな武士どもだよ。仕事を失い、わずかな食い物を得るために幕府の役人の言いなりになってあがるんさ。何を言ってるんですか。武士というのは誇り高く気高い存在で、武士は食わねとハイテンションという言葉が。それを言うならハイテンションじゃなくて高い王子だ。どういう間違いだ。とにかくとっくの昔に武士の世は崩壊してる。お前が憧れてる前時代的な武士なんて今じゃガキの絵本にも出てきやしねえ。待てとかオープン。奴が日の元に来てから全てがおかしくなっちまったんだ。待てとかオープン。さあ武士どもは働け働けです。私は今夜もザギン魔界でボインナチャンネルとシースを食べるです。なんて悪党、なんてブラック。これ以上は見ていられません。私があの役人を更生させてみせましょう。おい、バカな真似すんな。おい、お前何者です。言わずともわかりますよ。あなたも昔は善良な心の持ち主だったはず。過去に心を痛める何かがあったのでしょう。そう、例えば両親にステーキを食べさせたい、その一心で働き続けてきたのに、両親がベジタリアンに目覚めてしまったとか。お父ちゃん、これ高級なお肉やで。そんなもんはいらん。肉より野菜じゃ、ベーコンよりも大根なんじゃい。なんという皮肉、まさにお肉の悲劇。悪の道に進むのも仕方ありません。大将、私がその悲しみを受け止めますよ。いやいやいや、そんな過去ないです。さっきからこいつは何を言ってるのです。出ましたね、あれぞお嬢様の必殺技。その名も超性善説。なんだそれ。相手が悪に染まった理由を勝手に想像し全力で同情する、世にも恐ろしい技でございます。ただの妄想じゃねえか。富士さん、真の武士道で成敗しましょう。悲劇のお役人さんを更生させるために。無理やりだな。この辺もあれだね。名前ベーコンだし。やってやろうじゃない。軽い軽い。行くっすよ。
届かないか。お許しください。失礼します。ジャンバラですね。向き変えるのは？あれ、四角ボタンを押しながら向き変えられなかったっけ？向き変えられそうなんだけどな。視点が悪いんだけど。あ、僕変えられた。あ？変わってないじゃん。微力ながら。行きます。下げる。よっ、はっ、はっ。傷ついた方はこちらへ。四角ボタンを押しながら L1 で変えられるわけだ。失礼します。微力ながら。お、違った。微力ながら。しくじった。すまない。傷ついた方はこちらへ。行きます。
結構ジャンプ力あるな、藤。あ、木箱の方向消してた。昔に滅びて化石状態だぜ。本物の武士に会えないのは残念ですが、ナイサではフレグランサという日の本に伝わることわざもありますし。まさかナイサではフレヌか。それです。つまりいないものは仕方がありません。なのでここからは日の本の伝統料理をたらふく堪能することに専念します。日の本の伝統料理？そんなものどこに行ったって食えねえぞ。どういうことですか？そのままの意味だ。麺類の店だってパスタしか置いてなかったろ。お前が言うような日の本独自の文化も伝統ももうここには存在しねえんだ。そんなせっかく日の本に来たのに、とも味わえないなんて。これじゃ骨折りとくたびれ OK ですよ。だからそれを言うなら骨折り損とくたびれ儲けな。そこまでの熱意があるんなら大江戸魔界の城へ行って将軍に直談判してみたらどうだ。それは明暗です。幕府だってきっと、いえ絶対に本心では武士道や日の本文化を取り戻したあれば、善を急がば回り出す。将軍様のもとへレッツラゴーですよ。それでいい。お前にはもっと騒ぎをでかくしてもらわねえとな。俺の人儲けのためには。お、スカウト屋が。スカウト屋行ってみようか。スカウトするぜ。この辺のデザイン多分6の時と変わってないんじゃないかな。よく見ない。ああ、なるほどね。エリンギャランダムネームもちゃんとあるし、しか選べないな。アタック増やす。よっしゃー、これが俺の全力だ。いっけー、負けんじゃねえぞ。そうか、今日から仲間だ。また来いよ。装備
羊よ、ここは病院です。神のご加護を。食わしてるね。感謝の極み。城ですね。独自の文化が薄れゆく日の本の中で、その面影を強く感じられる気がします。そりゃよかったな。それもこれも俺の案内のおかげで。まさにその通りです。道案内に助太刀まで本当に助かりました。富士山の温かい手助けがなくてはここまで来ることは絶対に不可能でしたよ。改めて俺に礼なんて言うな。大丈夫ですか。いきなり大量の血が。よるな。気遣うな。感謝とかすんな。俺は人情アレルギーなんだよ。人情アレルギー、初めて聞きました。何ですかそれ。俺は悪魔だ。別におかしくねえだろ。友情愛情同情を感じると虫ずが走るんだ。いいから二度と俺に礼なんて言うんじゃねえ。でも私を助けてくれましたよね。私は富士山の人情にすごく感謝してますよ。船長ベリーマッチ。うはぁ人情嫌いだって言ってんだろ。わざとか。わえー、今だって道案内してくれているのに。富士山のどこが人情嫌いなんですか。すぐにわかる。ほら、お前たちにお客さんだぜ。え、何ですか。武器を持った怖い人たちがまっすぐに私たちの元へ。侵入者発見。侵入者発見。お、ジオパネリとジオシンボル来た。これがね、また厄介なんだよね。厄介だけでは理解はあるんだよね。しかし説明が3行にわたって15ページとか長いな。キャラ一覧でジオシンボル見ると透明が適用価 50%、敵弱体化が 50% と回復が 20% がついてると。さあ、悪毒いくぜ。 HP は多分7とかか。じゃあやるよ。軽い軽い。この問答無用がレディー対面だ。行きます。強そうだな。手伝消し。さあ、悪毒いくぜ。耐えられるか。切れねえのはねえぞ。お許しください。いくつよ。挟み込みで連携ができるようになったんだ。殺してっす。近場でヒーローもなし。殺してっす。
はや、なんともぶしつけな連中でしたね。牢屋へのアテンドなどディスアグリーです。でもやっぱり富士山です。頼もしい、素晴らしい。あなたこそ本物の武士ですよ。そいつはどうも。金のためならいくらでも助けてやるぜ。お金のため？善意で助けてくれたんじゃないんですか？善意だ？さっきも言っただろうが、俺は人情アレルギーなんだよ。善意で人助けなんて死んでもありえねえ。ここまでの助太刀料と城までの案内料、腹渡を七に入れてでも払ってもらうぜ。よくないですよね。いくらお支払いすれば、これから先も助太刀していただけますか？そうだな、助太刀料は締めて1億ヘルだ。1億ヘル！魔界シップを変えるお前なら余裕だろう。それにさっき主演に手を挙げたお前たちはもはや大江戸魔界中のお尋ね者だ。俺の助太刀がなきゃたちまち捕まって切腹の刑だぜ。まさか腹切りですか？腹切りは嫌！安心しろ、お得なプランを用意してある。見守りプランなら100万ヘル、声援プランなら1000万ヘル、全力助け出しプランなら1億ヘルだ。どれがいい？見守りと。それ実質全力助太刀プラン一択じゃないですか！何やらさっきからうるさいと思えば、城門前でギャーギャーと騒いでおるのはお前らか！やっと出てきた大江戸魔界の守護神、防衛奉行ビッグブル。まだ他のところアイテム買いとか使えるようになんないんだな。迷える子羊よ。ここは病院です。神のご加護。はい、というわけで今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。ヌヌのゲームチャンネルはゲームの動画や実況を毎日投稿中。毎日何時頃投稿しているの？毎日18時に1本、時々0時に投稿してます。上にある最新とおすすめもぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。